失礼します。よろしくお願いします。リンゴが立っちゃってる感じがするんですよね、うん、バナナの量はもうこれが限界ですか、はい、1本飲むことを想定するとどうかなと思います。ね、ちょっとベースの方だけ作ってきましたし、はい、はい、なるほど、はい、2017年の10月から、豆乳フルーツミックススムージーというこちらの商品を販売しております。今回の豆乳バナナスムージー、現在の市場を踏まえて改良を加え、新しい商品として展開していこうと思っております。まず味の部分ですが、という点がございます、はい、ともう2つ目が、木の複数つけております。カロリー、豆乳嫌いの人に振ると本当に豆乳をずっと飲んで豆乳をありがたいと思っている人にはやや物足りないよね、はい、チャレンジしてみてちょっと調子悪かったら次は思いっきり豆乳で、定番になるものと定番にならないものと両方あってやっぱ売り場なんだよね。だから定番になるものっていうのはやっぱりローソンのあれを取っときゃ全然問題ないよと、まあ、そういう安心感ですね。それから定番にならなくてもやっぱりお客様にワクワク感を伝えられるもの、あ、こういうものも出たんだ、こういうチャレンジしてるんだったらこれ一回試してみようとか。手応えとしてはいかがでしたか。あ、でも良かったと勝手に思ってます、まあ、チャレンジしてみるという声をいただいて、しっかり今回の商品は商品として販売したいなというふうに思ってます、うん。